PZLSM-2 ドジョンフの博物館に展示されている救急搬送機型の SM-2、PZLSM-2 はポーランドの PZL で製造されたミルミ -1 を大型化したライセンス生産モデルである。本機は WSKSM-2 という名称でも知られる。1956年以来ポーランドの WSKPZL スイードニックの工場では、ソビエト連邦の小型4座ヘリコプターのみ -1 を SM-1 の名称でライセンス生産しており、1549機もの数を生産した。1957年に WSKPZL スイードニックでこのヘリコプターの近代化と小座用キャビンへの大型化の作業が開始された。この目的の一つは、 訓練を容易にするために操縦士席を並列に置くことであった。この作業の主任設計技師はであった、外観上最も変わったのは前方に伸ばされて、両側面には後方へスライドして開く、大きなドアが取り付けられた大型化したキャビンであり、実際は胴体部品のほとんどが心臓されていた。エンジン、トランスミッション、ローターといった動力系 試作機が1959年11月18日に初飛行を行い、成功策であることが実証されると1960年に限定的な生産が開始された。本機の離陸特性と性能は、m 1 SM-1 よりも幾分低下しており、この原因の一つが、キャブレター吸入口の不適合であるということが、分かったがこれが改善された機体は、わずかな数であった。 約85機という限られた数が生産され、これらはポーランド国内向けのみである一方で同時期に生産され続けていた SM-1 はスウィドニックの主要輸出製品であった。SM-2 には軍用連絡機、救急搬送機と飛行クリエン機の3つの派生型があり、これらの装備機器は付け替えが可能であった。 クラックフのポーランド航空博物館に保存されている SM-2 基本の連絡輸送機型は後部のベンチシートに3名分と操縦士の横に1名分の分の座席があり救急搬送機型は機種部の特別ハッチから搭載する機内右側に収容する単価一章と胴体両側の機外に取り外し可能な密閉型カプセルを搭載して傷病兵2名を収容できた すべての派生型には、航続距離を 500km に延長することが可能な140リットル容量の追加外部燃料タンクを搭載できた。飛行クレーン型は、限定数が捜索救難任務に使用され、120kg の吊り上げ能力がある、油圧ウインチを全席右側に装備していた。SM- には、ほとんどの約73機が 最後の一機は1981年頃まで飛行していたが、そのほとんどは1970年代以末には退役してミルミ -2 に代替された。唯一輸出された SM-2 はチェコスロバキア向けの機体であり、1963年から1970年にかけて内務省で使用された。その後、スロブエアが1975年まで、 商用の多用途機として使用した。3機の SM-2 顔脳の,のクラクフのポーランド航空博物館コーブジェクトドジョヌフの博物館に保存されている。博物館の所蔵品以外ではデンブリンとクラシカに現存している。その他には1機が英国のウエストンイコールスーパーイコールメアの博物館にもう1機がチェコのプラハクベリで保存されている。 チェコスロバキアポーランドルーマニアジェーンズオールザワールズウェアクラフト196566ありがとうございます。